岡山県北西部の村、新庄村。昼夜の寒暖差があり、冷たくてきれいな水が流れるこの村で、おいしいもち米、姫の餅は作られています。やっぱり粘りとコシ、伸びが一番他のお餅とは違うところだと思います。お雑煮が一番おいしいと思います。新庄のお餅の甘みや伸びが一番わかると思います。新庄村のキャラクター姫っ子もこのお餅の人気ぶりに大忙し。周りはサクッ、中はもっちりとした食感が美味しいスイーツモッフルをはじめ、新しいもの好きには牛もち丼もおすすめ。ただいま人気沸騰中です。のデーの誕生日ならデーのってもうお父さんのに決まったろうが。ほんまか、わしなんかくれるんか。当たり前じゃが。決まっとろうが当たり前じゃが。決まってるでしょ、当たり前じゃないの。岡山弁では語尾にがをつけて相手に同意を求めます。お父さんうまく丸め込まれましたね。おめえはやっぱり、娘じゃの。日本の近代化を支えた島があると聞いて瀬戸内海にやってきた。丁寧に重なった黒いレンガ、石の橋、どれも長い歴史を感じさせるものばかりだ。高くそびえ立つ煙突に深い時の流れを感じることができる。ここは岡山市東区犬島。およそ100年前、ここでは銅が精錬されていました。犬島アートプロジェクト精錬所はこの遺構を保存・再生した美術館です。自然エネルギーを利用した環境に配慮した建築と、その建築とコラボレートしたアートワークなど、遺産、建築、現代アート、環境による循環型社会を意識したプロジェクトです。こちらにある作品のですね、メッセージ性、力に感動されて帰る方も多いですし、この建物そのもののですね、電気を使っていない空調システムなどに驚かれる方も多いです。犬島精錬所跡地は平成19年度経済産業省による近代化産業遺産群に認定されました。この煙突は島の産業遺産と文化を伝える犬島のシンボルだったのです。岡山県にまさかラグビーサッカー場、ここはなでしこリーグ一部に所属する岡山湯のゴーベルのホームグラウンドです。今日は岡山湯のゴーベルに一日入門しちゃいます。まずはシュートの練習だ。もち決まった、かっこいい。よし僕も。あちゃー、ももち、あおおお、靴を変えれば僕だってどうだ。ゴール、やったー、イエーイ。次はゴールキーパーの練習だ。さあ来い。うわあ、もう一回。うわやっと止まった。今度こそどんなもんだい。もち、一日入門の感想は？やっぱりプロはすごいね。僕も頑張らなくちゃ。地域に愛され、地域と共に歩む、それが岡山犬ゴーベルの強さの源。
皆さんの応援待ってます。